びっくりした見事だよーすごいでしょ私、妖精になっちゃったここはカプセルの浮かぶ不思議な世界そしてカプセルはキャラクターの命の源なのつまりこの世界でカプセルを開けると仲間キャラが増えるのよどんなカプセルがお望みかしらそしたら私にスピリットジムをちょうだいいくよーそしたら私にフレンドポイントをちょうだいいくよーどう 欲しいキャラは見つかったじゃーん見事だよ他にもやっていくお任せあれ期間限定だよ一度限りの限定だよどれが気になるのバイバイまた一緒に遊ぼうね <laughs> 楽しかったどうもありがとうまた一緒に遊ぼうねこれは期間限定だよこれは一度しかできないようわやったやった そーれ今日はこれをあげるまた明日も来てね <laughs> 特別にこれもあげちゃうよし特別なやついくよねえねえ今あっちですごい面白そうなことやってるんだって行こう行こう誕生日おめでとう今私から何か渡せるものはないけど一度くらいだったらお買い物に付き合ってあげても いいよ気をつけてよみんなああそこに何かいるよえきゃーかかかもくすっぽんぽんじゃないのもう遅いよ優作先帰っちゃおうかと思ったぞあれどうしよう私たち囲まれちゃってないえーっとその説はごめんなさいねえああい,いえなんでもないの 気にしないで、ミサの美琴でーす。よ・ろ・し・く、私なんて。最初、むちゃくちゃ吠えられたのに。しかも、慣れてくれるまで、何ヶ月もかかったんだよ。なんかずるーい。本当の実力者は強がらなくていいものなのよ。あんたもちょっとは見習いなさい。あ、チルダちゃん、おはよー。あれれその格好… お仕事中じゃないのちょっと置いてかないでよバカイェイイェイ呼び出されてやぬーあタエちゃんだあの子いつもここで犬と遊んでるのよね <laughs> ってなんか危なっかしくない俺たちの手か全滅させるまでずっと戦うつもりなのかなね君がもし私なら どうする？<laughs> そっかそうだよねグールを倒せる力を持ってるんだもんみんなのために戦わないとダメだよねちゃんとわかってるでもね私女子更衣室うわー真面目に話してるのに男の子ってどうしてそうなのかなもう 元気づけようとして言ってくれたって思っておいてあげるグールがいなくなればいいってのはわかるんだでも私たちがそこまで頑張る必要あるのかなってだって私何でもない今日の小テストについて話してただけ行こうさっきの話二人だけの秘密だから約束だよな何な,なのよあいつてか今の見た ガチのセクハラじゃないわ私は今日はたまたまオフなのよえっ、ー、とほらもうすぐ大きなオーディションがあるから小さな仕事は受けないようにしてるの文句あるあまり好ましくってオブラートに包みすぎだよちょっと喋るためだけに呼び出すなんてあーもう朝から最悪早く帰りましょう亮がお腹空すいたからコンビニに行きたい うるさくってえっ、ー、このタイミングでそれを聞いちゃいます真面目って優作にだけは言われたくないわねっているじゃんあそこはいはい変に興奮しないえー、ねねえ早く行かない行こうよ行こう行こうさっきの子誰なんですかああだから蹴られてたんだこんにちはね ここで何してるのあーあデビューは私の方が早いのにさあの子ばっかり売れちゃってさ頑張るのは賛成だけど無理して作戦に加わる必要なくないはいはいじゃドカーンとやっちゃいますか一人って大変そう私たちも協力しましょうよ優作もう、ちょびひげおやじ感じわるややばっ なんとかしてうわこれはひどい演技下手くそにもほどがあるわよどこがいいのかよくわかんないけど優作ドン引きしてないで押すの押せ押しまくれ見た目すごって思ったけどしゃべり方もなかなかひきゃもの山虫一口召し,しやるならせいせい堂々と戦う ま、待ってよねアってばそんなクマちゃんみんなどうしよう分かってるわよ私だってあの子の歌すごいよすごく心に響いてくるのでもまあほら私はアイドルじゃなくて女優志望だから時間がないの行くわよでも 偵察する時間なんてないよ一か八か行くしかないわそんなそんなダメだよそれじゃ古谷隊長と一緒じゃないキリちゃん言ってたよね身内を手にかけるのはいけないって誰かにダメって言ったことを自分でもやるっていうのそんなのキリちゃんらしくないよもう、まあ どんだけキリを悲しませたら気が済むのよ <laughs> いいよいいよ素直でよろしい優作もキリちゃんみたいに喜べばいいのにこのこのキリちゃん上機嫌よっぽど楽しみにしてたんだねでも不思議だな金ねがや家なら温泉の一つや二つ持ってそうなのにしてるんかーいいくよミラクルキュート ミコスマッシュャラやったー捨ててないです私たたちか弱い女の子ですねえキリちゃんその後は当然卓球対決よ余計なお世話だっつうのそこおって言うないくよーミラクルキューとみことスマッシュ2号スラグー 解消、解消。勝利って気持ちいいわね。あと、戦ってないのは。え、私対決するつもりだったんだけど。まあ、いっか。き、肝試しか。い、いえ、なんでもありませんことよ。おと、当然。ゆ、幽霊とか、ほんと、全然。ち、 とも怖くないでーすぎゃあおおおお驚いてなんかないわよ今のはわぁ発声練習ラーララララーとこの通り霧お姫様が押し入れの中に閉じこもっちゃってるのまあまあまた来ればいいんだからそんなに落ち込まないのねち <laughs> ルダちゃんすごく楽しそうよーし 私も負けずに女優への道を突き進むぞ特別な任務何よそれ。褒めてあげてるんだから、喜びなさいよ。ああ、うっすらと思い出してきた。って、えー、あなた、幽霊なのあんた、ぜーっいに男湯に入ってなさいよそんなの嫌よお縄につくのはそっちよ周りをよーく見てみることねあいつ、 目がいっちゃってるわ。いいからやるのやるしかないんだってばあーでも、そんなこと言って、彼を危ない目に合わせるつもりなんでしょ無理やりさらおうとしたくせに優作あんたなんてこと言うのよ彼に死ねって言うの友達じゃないのしつこいわそうだけど、ダメよ危険だよバカ何言ってんのよ 世界が救われたってあなたがいなければ意味ないじゃないそうよあなたが命を懸ける必要なんてないわって誰やねんあちょっと待ってこの声はどっかで聞いたことあるような私行ってほしくないよでも言っちゃうんだね分かった困らせちゃったよねごめんなさい約束して 絶対戻ってくるっってて絶対だよ戻ってこなかったら承知しないんだからおはよう朝だよ起きようよ、はあ、まだ寝てるつもりいつになったら起きてくれるのあれから1週間だよ起きてくれたっていいじゃないずっと眠ったままとか二度と目覚めないとか そういうのやめてよね。ちょっとちょっと、何喧嘩してんだよ。もうどうしたの？えっ、はああ、みんな来て。いいから早く。ちょちょっと起きてるなら早く言って。というかもっと早く起きてよ。戻ってきたと思ったらそのまま倒れるし、私私たち。 すっごく心配したんだからもう私ほんとダメだねあの時ちゃんと引き止めてたらこんなことにはならなかったかもって思っちゃうあなたがしたことは正しいことなのにってええー、あ起きてるじゃないどういうことみんな来て早くい いつから起きてたのううん恥ずかしいから言わなくていいうう起きてるなら声をかけてよでも起きてくれてよかったバッタリ倒れたりとかなしだからね週末先生にグールの発生せめてどっちかに絞ってほしいわよねこのタイミングで来るんだからきっとすごい人よねうんうん 喜べばいいのにねっええー、わ私やだ大反対えー、あんたもたまには真面目なところあるんじゃんちょっと見直しちゃったぞー今がチャンスよあいつ川に捨てましょう主力部隊ってどういうこと今まで戦ってきたのは何だったのよいちかちゃんこっちこっちあいつのこと知ってるのきりちゃんまた大きなあくびしちゃって 最近多すぎじゃない変な夢優作にの女の子ってことは優作子ちゃんあのグールを統率するなんてエデンめ敵ながら見事ねねえ今のどうだった女司令官って感じだったねえ優作ってば優作がなんかカッコつけたセリフ言ってるもしもーし んっていませんよもう、まあ、私の話ちゃんと聞いてよねおっと二人とも敵が発生したぞよーほらいつもみたいに頑張ろうよねっ北島さんといちかちゃんに呼ばれるなんて優作何かしでかしたじゃありょうとかいやー身に覚えございませんなキリアアイバー 彼はありえないし。よっぽ、あんたたち二人しかいなくない今ならあんまり怒んないから。白状しなよ。ほれほれ。いたわ、ブラッティーメアリーよ。うん、最高。早く帰って、直接隊長に報告しましょう。あれ、優作ねえ、優作どうしたんだろう。優作、今日も元気がないわね。そっちの心配かい。そうね。みんなでバシッと。 元気づけましょエデンの洗礼って言ってたものきっとエデンの仕業ねチルダちゃん今助けるわうるさいわねおばさんチルダちゃんをいじめないでよ詳しくはわからないけどチルダちゃんを騙してたんでしょ最低チルダちゃん元気出してって無責任なことは言わないよあんなことがあったんだものでも 私たちが助けてみせるからだからうん戦うわチルダちゃんと約束したもの行くわよミーヤちゃんふざけんじゃないわよアイドルの頂点目指すって言ってたじゃないこんなとこでつまずいてるんじゃないわよクールになってしまったファンを救いたいって思わないのまた誰かが辛い思いをしてもいいって言うの今はまだ でもきっと平気よ。あの子強いもの。アイラちゃんも私たちもついてるんだから。大丈夫。立ち直るわ。なになにどうしたのみんなで盛り上がっちゃって。私も混ぜてよ。あんたね。案がないからって適当なこと言わないでよ。キリちゃん、話を聞いちゃダメ。大丈夫キリちゃん。ちょっと、言葉に気をつけて。言い方ってものがあるでしょそうね。 後悔はしたくないから私も同じ気持ちよあんたノリが軽すぎ私はみんなが行くなら行くわスイーツビュッフェ一択絶対に譲らないわよおはようみんな知ってるはずないじゃない私あいつのおもりじゃないんだしてか一着じゃないわよ私たちが先にいたものなんかものすごく怖いこと楽しそうに話してる あかんわこの人たちの神経ついていけましーんはいはいそうですか最後の投稿なのにいつもと変わらないわね深淵の世界へ行ったらグールの支配者を見つけ出してポカッと倒す私は演技の猛レッスンをするわ女優の夢諦めてないんだからそのネタまだ引っ張るんかーいな何この個性あふれすぎなグール あんた、一体何者観測者。それ名前じゃなくない無理よ、間に合わないーあそこにいたのは二人だけ他のエンちゃんとは安心するのはまだ早いです。本当の戦いは、これからなんですから。何なのこの数この卑怯者うーん。そうですな 相手はモデルみたいなプロポーション君の場合はちょっと厳しいかもしれませんなよ、りょう私ももう立ち上がれない帰り道探さなきゃいけないのにバカねありえないわよヒーローなのよ銅像が立ったり物語になったり みんなの心の中でずっと生きられるわ。私も、また一緒に戦いましょう。うん。約束だよ。絶対戻ってきてよね。もし破ったら、ここまでぶん殴りに来てやるんだから。も、もう、そんなこと言わないでよ。ここから離れたくなくなるじゃない。何が何でも、 戻ってきてみんなで一緒じゃなきゃねやれやれこれだから男の子は困りますなそこ言い方にトゲがあるんですけど君がいなくなって今日で何日かな数えるのやめちゃったんだなんだか寂しくなっちゃうからあくまちゃんもおはよう今日も決まってますな 男前おやおやキリさんも隅に受けませんなああんな可愛い子に惚れられちゃってまったく羨ましいでけすなあんにゃんにゃんどうしたのこんな時間にごごめん私、完全に意識失っちゃってたわああいつ前にあったオカマみたいな人友達なんです 私たちにやらせてくださいどうしてもダメだったらその時はよろしくお願いしますあた助かったのみんな無事生きてるキリちゃんどうしたの一人で一緒に帰ろうキリちゃんキリちゃんが責任感じちゃうのは仕方ないと思うでもねこんな時こそ友達を頼っていいんだよ 大丈夫ほらみんないるよ一番乗りみんなの前では内緒だけど私怖いの苦手なのお願い一緒に行こうちょっと優作やめなさいよそうやって食ってかかるのごめんなさいねうちのバカが何よそれひどい 勝手すぎるよそんなのどうしてそんなに私たちを助けてくれるんですかちょっとあんた今まで散々悪いことやってきて今さらそんなこと言って信じてもらえると思ってるわけえーっとつまりどういうこと急いで会場まで行きましょう大丈夫よ絶対助けるからチルダちゃん大丈夫よかったねえ ミーアちゃんは諦めないで戦うのエデンは、こうやってみんなの命を、幸せも何もかも奪っていく。絶対許さないから心配いらないよ。辛いことも悲しいことも、一緒に乗り越えていける仲間が、ここにいるんだから。それが友達じゃない、チルダちゃん。どうしよう。 悲しさで、胸が張り裂けそうなの。でも、私たちは、戦っていかないとね。私、戦って死ぬのは嫌なの。みんなと普通に、幸せに生きたいんだ。素敵な恋をして、好きな人と結婚して、子供も欲しいな <laughs> ありがとう。 ごめんねちょっと弱音吐いちゃった私心配ご無用さーて張り切っていきましょうもうすぐ私たちの世界もこんな風になっちゃうとかダメ怖くて想像できない私幸せになるんだもんこんなやつに邪魔させないわねえこれでお別れじゃないでしょ またすぐ会えるよねあ、はやーあーうっそ、はいはいはい。えへへ。あー、あはははは、な <laughs> にあいつ <laughs> 違いますなんつってな、わい。ありがとね、バイバイ。どうしてそうなるのぴー。ごめんなさい。やったー。どうしたのいいよ、すいましー そういえばさ、何があったのへぇーそうなんだ。へぇー許さないんだから。任せて。行くわよちょ、ちょっとダメねえねえ。まずくないえ、変なんでうわ。ー。あちゃんどうしよう。やーだよ。そっか。あはははは。アイラちゃんえ、どうしたの大丈夫落ち着いて、何があったか、教えてくれるねえねえ、さっき先生から何をもらったの 見せてよあっ<ー>おばけ今だって私なんで妖精になってんのってなんで私こんなこと知ってるのそのやならあのカプセルを落とせるかもしれないちょうだいああそれならね簡単でしょじゃあさっそくしゅっぱつオー